読書は最高の学びだ皆さんこんにちは今回紹介する本は、えー、精神科医樺沢志恩氏による「絶対にミスをしない人の脳の習慣」という本です、えー、この本はあなたのお最高のコンディションを実現する一冊です、えー、私がこの本を読んで印象に残った部分を紹介します一つでも二つでも皆さんにとって学びになれば、えー、幸いです それでは始めていきます。今回の本については、えー、ミスをなくすためにはどうしたらいいかっていうのを徹底的に考えてみたというところです。原因が分かれば対策がわか,かるということで、えー、ミスの原因はたったの4つとしております。1つ目、集中力の低下。2つ目、脳疲労。3つ目、ワーキングメモリーの低下。 4つ目脳の老化としていますでは、えー、ミスをする最大の原因は何か、えー、あなたがミスをするのは疲れているからするとまず疲れをとる絶好のコンディションになればミスは起きないとしています、えー、コンディションを整えるだけでミスはなくなると説いたのがこの本でありますでは、えー、脳疲労とは何か これは睡眠不足、慢性的なストレス、過度な仕事や運動不足が重なり、脳が疲れてしまった状態としています。え次に、脳の4つのプロセスを変えればミスはなくなる。1つ目、入力、これは外界からの情報を脳にインプットする。2つ目、出力、これはえ脳内にある情報をアウトプットする。3つ目、思考。 これは情報を元に考ええー、情報をもとに考えを巡らせる4つ目整理感情や思考を整えるこの4つのプロセスを変えればミスはなくなるとしていますそれでは1つ目の、えー、パート1入力についてまずワーキングメモリーとは何かこれは一言で言うと情報処理能力です一般的に40歳を超えるとワーキングメモリーつまり情報処理能力 は低下すると言われています次にスマホ認知症についてです30代から50代でスマホの使いすぎが原因で物忘れ、度忘れなど認知症の症状で来院する患者が増えてきているそうですスマホを使いすぎるとどうなるか集中力の低下やワーキングメモリーの低下脳を疲労させる認知症の原因 つまりミスが増えるということにつながっていきます要はスマホ使いすぎじゃないのということですね次にワーキングメモリー情報処理能力を鍛える9つの方法が紹介されてます読み上げていきます睡眠運動自然に親しむ読書記憶力を使う暗算ボードゲーム料理 マインドフルネスこれらがワーキングメモリーを鍛える9つの方法ですまず睡眠について、うん、やっぱり睡眠は大切ですワーキングメモリーを高める睡眠としては7時間以上の睡眠1時間プラス睡眠法睡眠薬に頼らないことが重要です 続いて運動です。ワーキングメモリーを鍛える運動。これは週2時間以上の有酸素運動。これが重要です。次に、ワーキングメモリーを鍛える読書法について。これは前の行を覚えているから内容を理解できる。読解力とワーキングメモリーは比例する。やや難解な本を読む。漫画やブログはノートロにはならない,ならないとしています。 読書は集中力のの最高のトレーニングである読書は認知症を予防すると言っておりますでは、えー、記憶力を使う大人の勉強大人の勉強の効果はっていうとワーキングメモリーのアップと認知症の予防につながります大人の勉強の効果はというと大人になって勉強しない人は脳の老化がどんどん進む 大人になって勉強する人は年を取るほど頭が良くなるつまり大人の勉強は脳の老化予防に絶大な効果を発揮するというものです次にボードゲーム、えー、これボードゲームというのは究極の頭脳戦ですであり心理戦でありますボードゲームは究極の脳トレになると言っております最後9つ目マインドフルネスこれは瞑想ですね 参考本としまして世界のエリートがやっている最高の休息法が紹介されています次出力についてパート2出力についてまずミスが多い曜日時間帯です一番ミスが多いのは月曜日一方で一番ミスが少ないのも月曜日としておりますミスが一番多い時間帯は未明と 時時から16時ですミスが一番少ない時間帯は午前中ですつまり脳のゴールデンタイムつまり午前中にミスしやすい仕事を終わらせることが必要だと書かれてます次に集中力の高い時間帯に集中力を必要とする時間をお仕事を終わらせる 仕事中につい脱線し,、ま、してしまうだとか集中力が途切れてしまうだとかほ、えー、そういう場合にはホワイトボード仕事術というものがありますこれどういうものかというと100円ショップで A 3のホワイトボードを購入する、えー、現在のトゥードゥーリストを書くそして目の前に置くということが必要です次文章を書く時何点を目指すというところで えー、30点目標仕事術が書かれてます。まず30点目標で最後まで投資で書くあとは少しずつレベルアップしていくというものです次パート3思考術です、えー、ミスをしない思考の3つのステップステップ1が自己洞察ステップ2が原因究明ステップ3が対策です まず自己洞察については今の自分は元気なのか疲れているのか今の自分は集中力が高いのか低いのか今起きうる失敗やミスはどのようなものがあるのかを問いかけるというものです次にステップ2原因究明今回のミスはなぜ起きてしまったのかミスの原因は4大原因のうちのどれかもし今疲れているなら何が原因なのかを問いかけるというものですそしてステップ3の対策 もし疲れているなら回復できるために、えー、回復するためにできることは何か、起こりそうなミスを防ぐために今何ができるのか、万が一そのミスや失敗が起きた場合にはどのように対処すべきか、被害やダメージを減らすために今できることは何かを問いかけるというものです。次、自己洞察力について、これを鍛える方法は3つあります。えー、日記、SNS 投稿、 本の感想を書くというもののです。本の感想を書くと、自己洞察力が鍛えられます。どんどん書いて、えー、レビューしていきましょう。次、転ばぬ先の杖・思考というものが紹介されています。ミスをしたらどうしようから、えー、ミスしたらこうしようと対策を考えておくということです。コントロールできると不安、ストレスはなくなります。例えば、 プレゼンで失敗したらどうしようと、明日100人の目の前で、えー、プレゼンをしないといけない、本番で頭が真っ白になって言葉が出なくなったらどうしようということにあらかじめ対策を考えておきます。例えば、演台上の水を1杯飲んで時間を稼ぐだとか、次のスライドが分かるように映写スライドの一覧を用意しておき、話に詰まったらそちらを見る、大きく深呼吸をする、忘れた部分は無視して次に進む。 エピソードを、ちょっとしたエピソードを用意して困ったらその話を挿入して時間を稼ぐといったものです次パート4の「整理術」「ミスをしない思考」えー「整理整頓」「脳内整理」これには「記憶情報の整理」や「感情の整理」「ストレスの整理」といったものがあります、えー、先ほども紹介しましたように脳のゴールデンタイムは朝です リラックスののゴールデンタイムは寝る前の2時間ですこのリラックスのゴールデンタイムの過ごし方した方がいいことしてはいけないことが簡単に書かれてます簡単に紹介しますまずした方がいいことはのんびりと過ごす楽しいことを考える笑顔朗らかな表情で過ごす日記を書く今日一日を振り返る音楽アロママッサージなど資格を伴わない使わない娯楽 リラックスできるる。娯楽をする一方でしてはいけないこと慌ただしく忙しく過ごすむしゃくしゃイライラして過ごす不安心配なことを考える今日あった辛いこと苦しいことを思い出すしかめっ面で過ごすゲームテレビなどの視覚視覚系の娯楽興奮するエキサイティングな娯楽これはしてはいけないことです。 でえー、成功のモデルとは健康を維持して、えー、バリバリ仕事をこなすということです、えー、簡単でありますが、えー、以上私があーこの樺沢志恩氏の「絶対にミスをしない人の脳の習慣」を読んで印象に残ったことです、えー、皆さんにとって1つでも2つでも学びがあれば幸いです、えー、この番組では皆さんの生活に役に立つ本を紹介しています ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。では本日は以上になります。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ディスクでした。